シャーデーやデュ、または、単に、シャーデーは、ナイジェリアイバダン生まれのシンガーソングライター。イギリスのバンド、シャーデーのボーカリストである。そのスモーキーなアルトの歌声と、無駄な音を削ぎ落とした、楽曲作りで知られる。ナイジェリアの有力部族ヨルバ族出身の父は、ロンドン留学中に、看護婦のイギリス人女性と出会い、結婚。その後、夫妻はナイジェリアへ移住し、 一難一条も設けた。その長女がヘレン・フォラシャーデー・アデューである。ミドルネームのフォラシャーデーとは王冠を授かる栄誉を意味する。ヘレンが4歳の時、両親が離婚。ヘレンは兄バンジと共に母に連れられてイギリスへ帰国した。母はほどなくイギリス人男性と再婚する。少女時代のヘレンはカー,アーティス・メイフィールドやマービン・ゲイを好んで聴いていた。 1977年、セントラルセント・マーチンズ・カレッジ呼ぶアートデザインへ入学し、服飾デザインを学ぶ。卒業後、友人と共にメンズラインのみの小さなファッション会社を立ち上げた。その片手間に写真のモデルをしていた。本業とは別に、アラバというラテンソールバンドに参加。その後、参加したレイセント・ジョンのバンドを通じて、スチュワート・マシューマン。 アンドリュー・ヘール、ポール・デンマンと出会い、1983年にバンド、シャーデーを結成。1985年、ジュリアン・テンプル監督の映画、ビギナーズに、クラブのジャズ歌手として出演。キラー・ブローを劇中で歌った。1986年、スペイン人の映像作家、カルロス・スコラと結婚。1994年に、スコラと離婚。1995年、 ジャマイカ人の音楽プロデューサー、ボブ・モーガンと共に、ジャマイカへ移住。1996年に長女を設けた。ありがとうございます。